あんたが待機を命令してくれればそれで何の問題もないんだが。まあそう緊張しなさんな、お嬢さん。ドミネーターの扱いはわかるよな。こいつは狙った相手のサイコパスを読み取る銃だ。相手が潜在犯だった場合のみセーフティーが解除される。全部ドミネーターの言いなりになって撃てと言われた相手を撃ちゃいい。基本モードならパラライザーだ。撃たれても動けなくなるだけだから、それで身柄確保して一件落着。何、難しく考えることはない。ああそれな、指向性音声だから握ってるあんたにしか聞こえんよ。気にするな、最初はコールサイだろうがそのうち慣れる。まあ任せとけってことだ。俺たちもこう見えても専門家だからな。ああ紹介が遅れたな。あの当変僕は鴻上信也でもって俺は正岡智美。よろしく頼むよお嬢さん。さてじゃあ行くかね。お嬢ちゃんの噂は聞いてるぜ。訓練所じゃ首席だったそうじゃないか。老婆心で言っとくが、あそこで教わったことは全部忘れた方がいい。現場じゃ何の役にも立たんよ。理不尽だと思うかい？ところがな、そもそも俺たちの仕事ってのは理不尽の塊なんだ。誰が何を思い何を願うのか、人の心の全てが機械で見通せる時代だってのに、それでも誰かを憎んだり騙したり傷つけようとする連中がわんさといる。これが理不尽じゃなくて何なんだ？あんたが教わってきた事柄は全て理詰めのセオリーだ。それがどれだけ無意味なもんかすぐに思い知る羽目になるだろうさ。まあ覚悟だけはしておくんだな。ガチャ、シビラシステムのご託戦だ。大倉信夫はもうこの世にいらない人間なんだとさ、自分で自分を追い込んじまったんだろうな。今さらセラピーも何も通用しない、更生の余地なし、そう判定されちまったんだ。無意人で嫌な事件に当たっちまったな。お嬢ちゃん、とっとと片付けないと人質の娘がヤバいことになる。犯罪係数は伝染するからな。今時の若いもんはストレスに耐性がないから暴力衝動や脅迫観念の影響を受けやすい。言っとくが明日は我が身だぞお嬢ちゃん。そもそも俺たちがなんで執行官なんぞにされたのかと。年寄りと新米をおとりにするた、いい根性してんな。えこうお嬢ちゃん、銃で確かめてみろ。まあ仕方ないわな。何をする、そのためのパラライザーだろうが、今すぐ眠らせて確保するんだ。いいか、ドミネーターはシビラの目だ。この町のシステムそのものが彼女を脅威と判断したんだ。その意味を考えろ。悪い悪い、遅くなって。ってあれ、今日の宿直ってお嬢ちゃん、昨日の行で大変だね。まあ平和な一日になるよう祈って。言ってるそばからそれかよ。ああいや何、それには及ばんさ。さあ出動だぜ監視官殿。モール内の出入り口は警報直後からドローンが監視してる。そっちに引っかかった獲物はなし。つまりここのエリアストレスを高めてる張本人はまだモールの中にいる。用心のために運ばせはするが、抜くまでのことにはなるまいよ。そんじゃま行こうかね。落ち着かねえか。お嬢ちゃんぐらいの年ならホロスーツで遊ぶのなんて慣れっこだろう。ああ、あれだ、右手前の柱の影、獣は獣の匂いを嗅ぎ当てる。よからぬことを考えてるやつは一目見ただけでピンとくるものさ。罪を犯すか取り締まるか、どっちにしても犯罪に関わる才能であることに違いない。だから俺なんかの犯罪係数もどえらい数値になっちまうのさ。おかげで今じゃ汚れ仕事を受けたまわる猟犬の扱いだ。いやあ大助かりだぜ。監視官同伴じゃなければ執行官は外を出歩けねえんだから。だからな、執行官を現場まで連れてきて、あとはサボったり逃げ出したり世間様にご迷惑がないようにしっかり見張る。お嬢ちゃんの仕事はそれだけで十分なんだ。今頃信近はここの主任相手に腹ゲーの真っ最中だろうさ。何になこった。だからこそ向こうは一刻も早く事故死で決着をつけたいんだ。さてどうだかな。据え置きのスキャナーで計測できるのはせいぜいが色相判定によるストレス傾向ぐらいなもんだ。
サイマティックスキャンのデータをもとに精神構造を割り出し、職業適性やら犯罪係数まで診断するとなれば、シビラシステムによる解析が必要になる。そして俺たちのドミネーターは、シビラが常時抱えている演算待ちのタスク全てに優先して割り込み処理を要請できる。だから銃口を向けた途端、タイムラグなしで相手の心を丸裸にできるのさ。ところが、抜いてみな。あらゆる電波が遮断されている以上、この施設の中ではシビラシステムの支援が受けられない。そうなるとドミネーターは鉄くずも同然だ。文鎮の代わりにしかならん。事故死の可能性ってか？は、笑わないようにするのが大変だった。あの現場見て直感できなきゃデカじゃねえよ。執行官なら全員ピンときたはずだ。殺しだよ、殺し。仏の有様から直感で言わせてもらえば、怨恨だな。あの主任の言ってた通りだと、常に一人だけ色相チェックが悪化している奴がいて、そいつは例外なく後に転属処分を受けているような。ところがここ一年配置替えはない。この一年間ずっと同じ職員がいじめの対象になってるんだ。データで一目瞭然だな。他の連中はクリアカラーなのにサイコパスを濁らせてる奴が一人だけ。金原以外の職員は金原を痛めつけることでストレスを解消してるんだ。何も不思議なことじゃない。サイマティックスキャンなんてなかった時代には別段珍しい話じゃなかったんだぜ、こういうの。鴻上のことが聞きたいのかい？あんたあいつと妙に縁があるからな。そっちはギノザ監視官のセリフだな。あいつらしい。犬は犬、飼い主は飼い主、その一線を踏み越えない関係。それがお嬢ちゃんにとって一番だと思うね。鴻上を理解するってのはな、鴻上のように物を見て鴻上のように考えるってことだ。それができるようになったとしたら、その時あんたのサイコパスは鴻上と同じ数字を叩き出してることだろうよ。深淵を覗く時、深淵もまたこちらを覗いている。鴻上はな、闇を見つめすぎたんだ。そして今でもまだ見つめ続けてる。あいつにとって世界でたった一つの正義ってやつはその闇の奥底にしかないんだろう。そんなものをお嬢ちゃんもやつと一緒に探したいと思っているのなら、俺にはもう何も言えない。俺はあんたを止められないよ。甲の時もそうだった。事件かい？俺と国塚は非番なんでな。鴻上とかがりで頼むぜ。誰かが成り代わってるのか？ある意味今回の容疑者は逃げも隠れもせずに目の前をほっつき歩いているわけだ。手としちゃ悪くないが、誰がやる？しかしこいつは統制風の仮面舞踏会って趣か。おい、やつだ。ここからじゃ狙えんな。他の客が邪魔だ。なんだこりゃ。くそ、ドミネーターだ。犯罪係数で被疑者を探せ。何人やら。すまん。こういうアバターとかバーチャルとか俺にはいまいち理解できん。息をして汗をかいて飯を食うのは結局この体だろう。さすがに説明がうまいな。教師みたいだ。ルソーって知ってるか？そう、その著作の人類不平等起源論。その必要はない。俺の脳内には記憶されてる。例えば二人のハンターが森にいる。それぞれ別々にウサギを狩るのか、それとも二人で協力して大物を狙うか、どちらが正しい判断だと思う？その通り。それが人間の社会性だ。言葉、手紙、通貨、電話、この世に存在するありとあらゆるコミュニケーションツールは全てこの社会性を強化するためのものだ。ネットにその効果あると思うか、お嬢ちゃん？つまるところ仏の供養にはそれしかないんだよな。サイコパス色相チェックは4年前の定期検診が最後。以後は街頭スキャナーに引っかかったことすらないのか。違法ホログラムの対策には強い酒が一番なのさ。通覚遮断ドラッグか。しかし肝心の金原の供述がこれじゃあな。おい、王宗学園って謎の殺人鬼が3年ぶりにカムバックってわけか。手がかりは皆無か。しかし妙な話だな。
校舎も学生寮も軍事施設並みの限界態勢。ここから犠牲者を連れ出す方法なんてあるのか。こう。ああ先生、今少年法とかないんですわ。ああ社交的な子だったんだな。常に取り巻きがついてる。王宗学園美術教師柴田幸森ということになっているが、実際は介護施設に収容された全く無関係な老人だった。彼の経歴が改ざんされ、教員になりすます上で利用されていた。結局笹山が撮ったピンボケの写真しか手がかりはないってか。どこに行くんだい。やめておいてくれないかな。お嬢ちゃん、井野田監視官はな、父親が潜在犯なんだ。あいつの子供時代ってのはまだシビラ判定が実用化されて間もない頃でな、世間では潜在犯に対する過剰な誤解やデマが横行していた。親兄弟から犯罪係数が計測されたというだけで、その家族までもが同類の扱いを受けた。さぞや辛い思いをしたことだろうさ。刑事が捜査に深くのめり込めば、結局はシビラシステムから犯罪者の同類としてマークされるようになる。犯す側も取り締まる側も同じ犯罪という現象に直面していることに違いはない。今みたいに執行官なんて役職ができる前には、そうやって潜在犯と診断された刑事が大勢いた。井野座監視官の父親もその一人だ。だからあいつは自ら進んで危険を犯す奴を許せない。なのに同僚だった鴻上も父親と相棒に二度も裏切られたという思いがあるんだ。だからお嬢ちゃんに対する態度もあんな風になっちまう。間違っちゃいないさ。お嬢ちゃん、あんたにだって家族や友達はいるんだろ。あんたのサイコパスが曇ったら、今度はその人たちが信親と同じ苦しみを背負うことになる。そうならないために俺たち執行官がいる。以前はな。だが今は例の牧島ってやつのこと以外目に入らなくなっちまってるのかもしれん。ダメだな、地下室は水没している。匂いからして間違いなく廃液混じりの汚染水だ。あんなの生身で浴びたら無事じゃ済まんぞ。ああお嬢ちゃん、とりあえずマップデータよりナビを信じるとしてだな、鴻上はどっちの方角に向かったかわかるか。信号が妙な動きをしたりとかは。ああ監視官、それくらいにしとこうか。ちょっと陰険すぎるぜ。油断するな、気な臭いなんてもんじゃないぞ。散弾だな。火薬を使った銃の痕跡なんて久しぶりだ。ひでえな、あちこちにもらってるじゃねえか。嬢ちゃん、応急処置は。なら俺に任せとけ。動いてろ嬢ちゃん、とにかく血止めなきゃ。あ、何考えてんだ監視官。こちらハウンド1、誰か聞こえるか。ハウンド3を保護した。生きているのが不思議な有様だ。犯人は人質を取って依然逃走中。シェパード2が単独で追跡を続行している。急いでくれ。弾はまだ抜いてねえからな。俺がおっかなびっくりやって太い血管を傷つけたら本当に致命傷だ。搬送後プロにやってもらえ。こっちが聞きてえよ。突っ走っていった。誰かを追っていったみたいだ。お前の応急処置が終わったから俺も今すぐ嬢ちゃんを追いかける。お前はアホか。悪いな、重傷だってのに。でもな、これ以上時間の無駄は嫌なんだよ。お前がこんなになるんだ。はっきり言って嬢ちゃんもかなりヤバい。ちょうどよかった。監視官、鴻上が動かないように押さえつけといてくれ。イベントの開催日時や場所はコミュニティ内の人間しか把握できないということか。こちらイエローフット、特に変わったことはなしだ。アンカー、俺浮いてるぞ。お前が俺を呼び出すなんて、こりゃ明日は雪かな。昔からある言い回しだろうよ。まったく。で、何があった。お嬢ちゃんがどうした。それは俺に聞くかね。わからんよ。まあ一つはっきり言えるのは、お嬢ちゃんは自分の犯罪係数を全く恐れていないってことさ。あの子はなんていうか、その物事を良しとしている。
世の中を許して認めて受け入れている。それでいて危ない橋を渡るのも厭わないんだから、ただ流れに身を任せているわけでもない。刑事っていう仕事の意味と価値を疑うことなく信じてるんだな。俺か、はあ、そうだな。こんな俺でも昔はあの子みたいに正義とかいうものを信じていたような気がする。ところがある日いきなり言葉をしゃべる銃を渡されて、これからはそいつの言いなりになって人を撃ち、捕まえるなり殺すなりしろと命令された。腹が立ったよ。こんなやり方は俺が信じた刑事の仕事じゃない。そう思えば思うほどサイコパスも曇っていった。まったくだよ、嫌だ嫌だと言いながら、結局俺は今でも刑事のままだ。ああ、結局は俺が間違っていたのかもしれん。今の時代を認めて諦めがついた頃合いに俺の犯罪係数は横ばいになった。まあいささか以上に手遅れだったが。でお前はどうなんだ、サイコパスちゃんとクリアカラーで維持できてるか。出世を控えた上司を部下が気遣って何が悪い。お前がさっき俺に言った通りだ。この仕事に疑問があるなら、何か疑わしいと思うようなことを抱え込んだら気をつけろ。そこから先には俺がハマったのと同じ落とし穴が待ち構えているかもしれん。どうもこうも事件そのものは明快極まりないんだよな。犯人は堂々と玄関から入ってきて係員を殺し、好き放題に薬物を奪った後で平然とそこのドアから出ていった。しかしよ、こんなヘルメット一つでサイコパスの偽装なんてできるもんなのか。これは何が起きてる。こう何を考えてる。繁華街のど真ん中とはな、この街は一体どうなっちまったんだ。はあ、よりにもよってサイコパススキャナーの目の前で。じゃあ犯人の色相変化もリアルタイムでモニターされてたわけか。相変わらず正常値のまんまかよ。恐れ入ったね。女を殴る瞬間でさえたったこれだけしか変動がない。282って、お前自分のサイコパスを撃たれた感想はどうだ。数十件、いや数百件、まだ増えてる。そんなお上品なもんじゃない。ここまで来りゃ暴動だ。牧島は逮捕、ヘルメット犯罪者たちは壊滅。監視官、カガリが逃げるかね。まるでパンデミックの後始末だな。過去形にするのはまだ早い。奴の量刑をどうするか。裁判制度なんてなくなって久しい今、証拠だけで立件するってな、ちょっと難題だろうな。頼んだぜ監視官。へいへい。あるいはそう思わせたい誰かの偽装工作。誰だって納得しちゃいないよ。こう機密区分だ、監視官だって答えは知るまい。お前は問いただす相手を間違えてる。よっと。しかしまあ、局長は俺たちに犬のようにボール遊びでもやらせてるつもりか。正解はない、あるのは妥協だけだ。ああ野淵か、身を守れ。さっきも言った、こいつはご主人様と犬のボール遊びだ。逆らえば折檻されるだけだったら身の置き所を変えるんだよ。犬でもご主人様でもない第三の立場に。ボールだよ、ただ投げられて弾んで転がるだけのボールになりきる。一見無様に見えるかもしれんが、実は一番傷つかないし疲れない。それが賢い立ち回りってもんだ。言っちゃ悪いが、この一件はお前の手に余る。下手に動いて爪腹を切らされるよりも、ただ低い方を目指して転がっていくだけの役立たずに徹する方がいい。そういう知恵は俺よりもお前の方が回ると思ってたんだがな。飼い主の手を噛む犬でもか。だが任務から外せというのは局長命令だろう。ああヘルメットね、その手があったか。退院祝いだ。まあ飲めよ。お前の集めた牧島の資料見せてもらってるぜ。一見とっちらかっているようでいてきっちり整理がついてる。
いざとなれば肝心な部分だけいつでも持ち出せる構えだな。なぜそこまで奴にこだわる？お前が許せないのは悪か、それとも牧島自身か。お前らしい答えだな、コウ。警視庁時代の思い出だ。いざという時に備えてセーフハウスを用意してたことがある。何かの役に立つかもしれん。お嬢ちゃんには黙ったまま行くのか？せめて気持ちの整理だけはつけさせてやれよ。鴻上のことを考えるのは今はやめないか。牧島を追い詰めれば自然に再会できるだろう。で、どうだった？無茶だ。お嬢ちゃんも、それにお前も、もうこれ以上あの二人に関わり合うべきじゃない。なあ、野口か。いつからそんなに甘くなった？たとえ甲が投稿したとしても、あいつは施設に送り込まれて殺処分だろう。甲上深夜を追う以上、俺たちはあいつと命のやり取りをするしかない。正義じゃない。執念だ。他にもっと賢い生き方があると分かっていても、そこに背を向けたら自分の積み上げてきた全てが嘘になる。そういう瞬間があるんだよ。執行官だからじゃない。こいつは男の意地ってやつだ。近隣住民から例のヘルメットの目撃情報が届いたんでな。いざ聞き込みに回ってみたら、この家だけセキュリティが潰されてた。で、踏み込んだらこの有様さん。それにしてもこのじいさんが一体どうして牧島に殺されたのか。ここまで徹底して荒らされた後じゃな。牧島を仕留める前に俺たちに見つかることか。おい、検視に任せろ。ウカの御霊ウイルスの調整ってのはそう簡単にできるもんなのかね。これだけの規模の設備が完全無人化されたまま稼働してるなんてな。おい、お嬢ちゃん、局長に呼び出されてからこっちちょっと変だぞ。何があったのか知らないが、何もかも背負い込みすぎじゃないのか。ああ、鴻上の時と一緒だ。突っ走りすぎた監視官の末路なんて、俺はそう何度も見たがない。おいおい。ともかく、牧島のバイオテロはこれで完全に失敗だ。冷静な判断力があれば、すぐさま逃げ出す算段を打つんじゃないか。中央管制室か、網を張るか。となると、追いかけっこは俺たちのコンビだな。そう、嫌そうな顔をするな。あらごとは男が引き受けるもんさ。こんな時にどうした？あんまり老いぼれをいじめんでくれんか。あの男も潜在犯で執行官。俺と同じ穴のムジナだよ。だがお前は今でも違う道を歩み続けてる。それでよかったと心底俺は思ってる。待て！ノブシカ！待ってろ！連れに自爆しようってのか。デカなんてろくなもんじゃねえよ。やっぱ親子なんだな。目元なんざ若い頃の俺にそっくりだ。誰かを愛することなんてできる。